さあ、玩具レビューの時間でございます。毎回ですね、最新のおもちゃ、また最古のおもちゃ、そんなことはないか、いろんなねジャンルのおもちゃをね持ってきてはね、音で紹介しております、この玩具レビューコーナー、今日はですね、もうすでにね公開になりました仮面ライダーゴーストのですね夏の映画ね、こちらの方で紹介されました、デラックスダークゴースト&ナポレオン&ダーウィンゴーストアイコンセット、名前長い一息で言いにくいね、要するに3つの、アイコンのセットでございますね、箱の方もですね3つの箱、あのアイコンが並んでまして、それぞれのキャラクターがですね並んでるという割とこうしっかりしたいい箱なんですけどね、映画の方がですね、劇場版仮面ライダーゴースト100の、アイコンとゴースト運命の瞬間と、これですね、はい。ちょっとねこの私この、収録をしている段階であのこの映画残念ながらまだ見れてないっていうことで早く行けよという状況なんですけど、宿題はなんとかね夏休みが終わるまでに終わらせたいなと思っているせいかでございます。さあそれではですね、まあ、ダークゴーストアイコンナポレオンそしてダーウィンね、これをそれぞれ紹介していきたいと思いますが、ねよしどうかゴーストダークからいきましょうね。で、今ちょっと手元にですねダークゴーストアイコンこれ持っておりますね。ごめんなさい、ストーリーの展開の、ね、話はね、まだね、私ちょっと、ここ現在では理解してないんで、このね、アイコンのレビューに集中も注目したいと思いますけど、まずね、アイコンのね、なんていうの、プラスチックのですね、素材ですか、素材の色ですね、まあ、ちょっとグレ濃いグレーというような感じで、完全なブラックではないんですけど、濃いグレー。そして、その中にですね、なんていうか、スパークリングっていうのかな、ラメがですね、入って、ている、形になってますね。こうキラキラして割と綺麗でございます。そして、アイコンそのものなんですけど、まずねフェイスのところなんですが、ナンバリングですか、ナンバリング、DG って書いてますね。これダークゴーストという意味でございますね、はい。でトップにあります、まあ、ステッカーですね、これも DG と書いてまして、ダークゴーストの、顔の、フェイスマスクが、デザインとなってます、明らかにですねそのガチャやそれから、まあ、食玩なんかのねアイコンと違うのはトップがやっぱりこのなんていうかな、ちょっと 3D っていうか、まあ、ラメのね、綺麗なあのステッカーになってますんで、明らかにこれは DX バージョンだなっていうのがすぐ分かるようになってますね。綺麗な、ステッカー貼ってあります。でまずカチャッと回しまして、これで変身しまして、ダークゴーストの、変身の顔が出ました。そしてもう一回回しますと必殺技、はい、これからあのいわゆるキックの、ね、足の、イラストがこうね施されておりますね。でこれの繰り返しになります。はい、じゃあこれからね、まずちょっと出していきたいなと思いますね。まず通常から始まりまして、よしではね、こちらよだ、ゴーストドライバーよゴーストドライバー、はい、もうね夏の映画が終わりますとですね、もうこの仮面ライダーゴーストももう終もう本当にもう最後の方になってきますので、このゴーストドライバーにで触れるのもだんだん少なくなってきたのでちょっと寂しい感じがいたしますが、そういう夏の思いを深めながら記念で聞いてみましょう。ではねダークゴーストのねアイコンでございます、まずは、ナンバリングで、DG をですね前に出しまして入れてみましょう。さあ変身、はい、闇の力悪いやつら、悪そうですねこの音で、はい、では必殺アタックでございます。ダークライダーの必殺アタック、そして、もう一つ大目玉ですね。はい、さあそれでね、ダークライダーのアイコンでございました。
出していましたよ。はい、ということでダークゴーストでございました。まあ、いわゆる、まあ、光と闇の関係ですよね。ヒーローがいれば悪役の、ね、ダークヒーローもいるということで、こういうですねダークゴースト、ね、まあヒーローもの、あと、まあ、仮面ライダーだけに限らずですね、スーパー戦隊の方でもダーク系のものってのはよく使われるんですけど、おもちゃとしてですね、まあ、僕たちが扱ってみてで、後々いわゆるその皆さんがこうねこう高値をつけてね、あやっぱりこれが欲しいんだけどとかって後半で値が上がってくるのは割とダークの方ですね。まあそのやっぱり圧倒的に数が少ないというのがあるでしょうか。まあヒーローものの方がまあコンセプトとしてはメインですので、もうものすごい量のねそのおもちゃの出荷量をしてますんで、で今度そのダークゴーストのダーク系のね方も基本的にはヒーローの方なんでダークヒーローですから、人気なんですけど、生産量としてはそのいわゆる、ね、表のヒーローにはかなわないぐらいなんですよね。ただそれだけに数が少ないんで後半ですね、まあ、番組が終わった終了したぐらいからですねだん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 ちょっとこうね価値が上がってくる。で、1年2年経つとですね、あらまあこんな価格になってんのみたいな驚かされることがございます。はい、まあ、そんなわけでちょっと、ね、コレクターの方としてはちょっとダーク系のものはやっぱちょっとね人、ちょっと注目しておかなきゃいけないかなとちょっと思いますね。さあ続きいきましょう。続いてですね今度は、ナポレオンゴーストアイコンでございますね。でナポレオンね、もうね、なんか僕たちもいろいろとね、歴史の勉強で習いましたですけど、これ、この表のですね、ナンバリングのところが NB って書いてあるんですよね、NB。で、まあ、もちろんナポレオンの N だと思いますけど、B の方がですね、ボナパルトさんですね、ボナパルトさん。はい。簡単に紹介しておきますと、ナポレオン・ボナポルトは、革命期のフランスの軍人政治家であると。でナポレオン一世としてフランス第一帝政の皇帝にも即位した。フランス革命後の混乱を収拾して、で軍事独裁政権を樹立と。まあいろいろね歴史の中で多分ね皆さんも多分学んだ方だと思います。その方の、魂を宿したという、ゴースト、ナポレオンゴーストアイコンでございますね。で、まあ、ナンバリングの方は先ほど申しました NB が、出ております。そして、ボタンを押しますと、ね、変身して、ゴーストチェンジ、ね、ナポレオンのスタイルなんですけど、これねナポレオンのスタイルはねここまで変身するのかなとかと思うぐらい、これちょっとラジオなんでちょっとご紹介しきれないんですけどね、今ちょっと箱を持ってますけどね、ナポレオンのイメージっていうと皆さんどうでしょう、馬上のねこうねこう白馬の上に立った皇帝がね進めみたいな感じでね、こう叫んでるようなイラストっていうか、ね、絵画のイメージがあると思いますけど、まさにあのスタイルですね。はい、でやはりフランスの当時の軍人がかぶっていました、帽子であるとか、軍隊の、ね、服装であるとかね、そういう格好をした仮面ライダーになってるということで、仮面ライダーも幅が出ましたね。もうありとあらゆるものに仮面ライダーになりますからね。ナポレオン魂になります。で、まあ、そのナポレオン魂のイラストが、刻まれております。そして、もう一回押しますと必殺技で、必殺技のね方ね、これがね何ていうの、当時のナポレオンが使ってたあの時代の、まあ、武器であろう刀と、それから、まあ、短銃ですね。短銃ちょっとねイメージ的には、ね、これ単発式ですね。うん、いわゆる一発一発弾丸込めて火薬を仕込んで弾丸を入れて押し込んでみたいなやつですか。その単銃の、イラストがされております。割と古風な、ねまあ、銃でございますが、その必殺技の、イラストが付けられておりますね。はい、でこれで一周してくるわけなんですな。でボディなんですけどね、ボディはね、これは多分ねボナパルト、ナポレオンが身につけてたそのいわゆる軍服のカラーをイメージしてるんじゃないかな。ブルーですね。どちらかというとちょっとやや紺色に近いのかもしれないね。ちょっとディープブルーですかね。それに今度はそのラメが入っている、ね、ちょっとキラキラとやっぱりこれね同じようにラメが入ってキラキラしてるわけですけど、ボナパルトね。さあ早速やってみましょう。ではね、ゴーストドライバーを開けてみまして、でね、ナンバリングの方を出しまして NB ですね。
変身。なんかこう響きありましたね、ナポレオンみたいなね、起こせ革命それが宿命。はい、なるほどね。もうちょっと歴史の勉強しときゃよかったな。なんか楽しそうですね。はい、さあそれではですね、必殺技いきましょう。ね、必殺アタックの方はこうなります。大海岸ナポレオン大目玉。はい、大目玉ね、こういうことでしたんですけどね。さあ、そしてあもうおやすみなさい。まだですよ。そしてね、続いて最後のやつですね。このあのチャールズ・ダーウィンのですね、ゴーストダーウィン魂ですか、ゴーストアイコンでございます。ボディの方がですねオレンジ、ちょっとスケルトン入ってますね。で、後ろのあ後ろというかね、あのやっぱラメのあのプラスチックで入ってオレンジのラメでございます。さあそして、フェイスの方がですね CD と書いてまして、これチャールズ・ダーウィンの省略でございますね。で、ダーウィンね、ダーウィンの方もねちょっとこうおさらいしておきますと、これもね進化論ね、有名でございます。チャールズ・ロバート・ダーウィン、イギリスの自然が科学者、卓越した地質学者生物学者で種の形成理論を構築された方とね、全ての生物種が共通の祖先から長い時間をかけてね進化、彼が自然選択と呼んだプロセスを通して進化したことを明らかにしたということでございます。ウィキペディアに書いてありましたけどね。まあ、ダーウィンもね、ダーマンがゴーストアイコンになってるわけなんですけど。さあ、これでですね、ちょっと音をね、出してみましょう。よで、フェイスの方からね、出します。変身。はい、海岸ダーウィン議論結論進化論ね、もう結論なんですね。はい、OK、すごいな、議論結論進化論ね、いろいろとこうね物議をこうね起こしたっていうかね、やっぱ進化論ってのはそれだけ当時新しかった間だったと思いますね。さあそして、その必殺アタックの音ですね。はい、そして大目玉。大海岸ダーウィン大目玉。はい、ということでですね、3つねすごい豪華なセットでございますね。まあ、こういうふうにですね、仮面ライダーゴースト、まあ、1年間こう振り返ってみますと、いろんなね、歴史上の偉人のですね、名前だけじゃなくて、やっぱその背景についてもですね、触れることができるということで、非常になかなかね、教育的な価値もあったんじゃないかなって、ちょっとね、思いましたですね。まあ、こういうね、新しいおもちゃがどんどんこれからも出てくるんだと思いますが、まあね、ゴーストの方ももうこのね、9月の最初の頃でもう終わりだと思います。10月からは新番組も始まるということで、またまたね、仮面ライダーね、熱くなりそうでございますね。さあそれではですね、まあ、こちらのね、ダークゴースト、ナポレオン、それからダーウィンのゴーストアイコンセット、まあ、もちろんそのムービー、映画限定ということで、割と多分在庫はね、早くなくなってしまうと思うんで、ね、近くにね、そういう場所がある方は、ぜひ、お求めになっていただいたらいかがでしょうかね。まあ、コレクションの一つとしてね。はい、ということで、今日は、お届けました玩具レビューの方はですね、ダークゴースト、ナポレオン&ダーウィンゴーストアイコンセットの3つでございました。
さあ、それではですね、この後はリクエスト曲ですかね。あ、失礼いたしました、リクエスト曲じゃなかったんですね、この後はですね、この曲を聴いていただきたいと思います。やっぱ仮面ライダーからね、ゴーストからですので、この曲映画化からの、ね、曲でございます。あわよバイキシ団。